第1ラウンド、ゴングが鳴りました。さあ、左で押し込んでいきます。赤い、右、顔面ヒット。左ドックは空振り。右ドック、ゴングダウン。立ち上がります。クワトロゴタが激しい投手、左が当たった。赤い出し、赤い出し、左が当たった。3回目のダウンということで、赤い秀和が第1ラウンド早々に8試合、これでデビューライン連続ノックアウト勝利を記録しました。まあ、今日テレビがあるのでちょっと散髪も行ってきたし。なかなか余裕がありますね。それとあなたのセールスポイント自分で言ってください。セールスポイントですか。顔だという声が飛んでますが、どうでしょう。あの人に聞いてください。どうも皆さんありがとうございました。見事8連続ノックアウト勝ちを飾りました赤井秀和選手でした。さあ、赤井いきなりラッシュか、それとも控えるか。赤井、さあ赤井が攻め込んでいきます。おっと、下から崩れ落ちるようにダウンになりました。ボディ攻撃が効いていたんでしょうか。第1ラウンド開始早々に中尾ダウン。右、赤井、右から左、右アッパーパスとだけダウン。その前の左が効いております。ダウン、中を立てるか。もう立てないでしょ。赤井秀和、デビュー以来9試合連続ノックアウト勝利。すごいストレートでした。どうも、今ここでスローモーションできますよ。覚えてるから。ちょっとやってもらえますか。ここで、ボディガーの顔面。なかなか相手はありますけれども、見事日本新記録の9試合連続ノックアウトが勝利しました。赤井秀和選手でした。どうもおめでとうございました。はい、どうもありがとうございました。いきなりイメージしますと川さんが左痛烈、赤井の左がスパークしました。ナイスダメですね。左ストレートはいいですね。さあ、勝負をかけます。ロックダウンでしょうか。ロックダウンでしょうか。ロックダウンを取りました。カウントないんで回転構造を取ります。いやいや、自分で戦いを放棄しました。第5ラウンド早々、赤井秀和がこれでデビュー以来10試合連続ノックアウト勝利を記録いたしまして、大きく世界へ向かって羽ばたいております。赤井秀和です。強い選手だと聞いてましたけど、今日朝計量の時ね、コミッションドクターで会ったんですよ、僕彼と。その時のね、メンチ嫌いやって俺勝ったから今日は勝つと思うんで。何が何でも命がけで勝ったろうという気持ちが湧き上がってたね。一回止めてくれ。トイレ。目標って言いましたら、もちろん世界チャンピオンです。日本中を熱狂させた天才ボクサーの衝撃的な半生を綴ったドキュメンタリー。もう一試合挑もしたいかな。冗談。赤い